さっちゃん、今日頑張ってね。何するんですか、今日。七ご飯、写真。あ、写真撮るのね。お約束何でしたっけ。大仏にならない。頑張ってくださいよ。うん、もし一瞬でも大仏になったら、大仏の数を出すからね、横に。いいよ。パクパクパクシーンって編集して。もう編集でさ、横に大仏入れる代わりにさ、かいちゃんの方の大仏をパクパクパクチーンって言って、パクパクパクチーンって言って。編集のことは口出さないでください。申し訳ありません。緊張しますか？うん。お化粧もするみたいよ。え、そうなの？びっくり。お写真してるところも撮るの？撮るよ。え、これ？どこ？かいちゃんだよ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ちょっと脱いでいただいて、こちらの方にお願いします。ママのことアップした。やめて。どうするかいちゃん選んで。七五三、七五三だから、お着物。お着物。こっちこっちこっち。よろしくお願いします。こんにちは、かいちゃんですか？はい。和装と洋装一着ずつお選びいただけます。じゃあワックスとかお化粧、今のところアレルギーは大丈夫ですか？あ、ないです。ありがとうございます。はい、うん、お化粧してもいいですか？少し。うん、千葉さんのプランでご案内させていただきまして、詳しいプラン決定に関しては撮影後になっております。お衣装決めていこうかなと思います。はい、大丈夫です。お着物から決めていこうかな。花さいさんです。お着物がこちらにあります。はい、はい、何色が好きですか。普通だよ。普通と青と白。かいちゃんが選んでいいよ。あと人気なのだとこの辺とか、これにする。どっちがいいの？どっちか。とりあえずどれがいいかみたいな。今からどれにするの？好きなのは向こうにもある。これにする？じゃあそれにしようか。すごいよね。はい、これがいいなって。どうぞ。そうだね。聞かれて。髪型どういう感じにする？ここちょっと編み込む感じとか。あ、できるんですか。できるかなと思います。あ、じゃあ、できるの、どんなお気持ちですか。嬉しいけど緊張する。髪の毛編み込みしてくれるって。うん、初めて。可愛くなっちゃうね。インできないよ。どうする。どうする。しない。これ全部中入れなきゃいけなくなっちゃうよ。初めてかな。私はさ、日本舞踊習ってたから、着物がもう当たり前の生活だった。秘密全部見たの？あ、そこ、アニメで見てる。それだったのいいの？かいちゃん、ゲーム上手そうだね。ラバテム、めっちゃある。すごい可愛いですね。かいちゃんは短すぎて無理かなと思った。短い子だと割とこういう感じで。あー、すっごい可愛い。なんかいい感じ。すごい利口さんですね、かいちゃん。利口さんはしっかり。本当ですか。大人っぽい感じ。この子ちょっと痛くならないさ、カード巻いといてもらう。できました。歩きにくいね、大丈夫。
してくるんだけど、すごいかわいい。こんなショートカットでも可愛くなっちゃうんだね。やったね。大仏になってますよ。なんでそんな顔してんの？お写真なんですけど、はい、着物の写真とドレスどっち多い方がいいとかありますか？お着物の方で。はい、着物の方でかしこまりました。いやすごい。おすまし上手。こう。はい。富山先生。何文字先生？何文字？小杉先生。違う。全然わかんないな。今こういう感じです。かわいい。一応お口笑ってるバージョンとおすましがお撮りしてます。今こういう感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとせーので撮ってみてくれる？よしーの。かわいい、上手、素晴らしい。緊張した？普通にいいよ。大変だったね。ドレスの方が楽しいだった。そうだよね。水色のドレス着るんだもんね。私の目標は何ですか？着物を着るみたいな。いや、人もすごいなんて聞きたくない、別に。でもやだ。テレビです。あー、かわいい。かわいい。かいちゃん。お姫様みたいになってんじゃん。どうですか？プリンセスじゃん。お着物よりやっぱドレスの方がいいの？生徒くんじゃから気をつけて。お兄さんの住みこすってなんだ。お姉さんの住みこすってなんだ。何でしょう。何でしょう。違う。ちょっと動いてみます。せーのって言ったらお兄さんの持ってるカメラを。準備いいよね。はい、いくよ、せーの。わー、せーの。わー、このドレスすごい似合います。かわいい。大丈夫ですか？大丈夫です、ありがとうございます。なんかあと、お取り残しとか大丈夫ですか？うん、大丈夫です。大丈夫です、かしこまり。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。あ、いいかね、お気に入り。はい、今の気持ちは？これ欲しい。大丈夫、歩きづらくない？ドレスこれ、前持った方が歩きやすい。ありがとうございました。ありがとうございます。
飾る、うん、ありがとうございました。今日よかった、よかったなら丸、よくなかったバツして、丸、いい思い出になりました。待って、今何時、今何時、11時もう6時になるよ、もうやばい、やばいって、ひかりちゃん待たせたくないって。終わり終わり。